この店はもうすぐ開くか？あ、まだ準備中なんですけど。あら、赤ちゃん、かわいい。1歳くらいかな。男の子ですか？ああな、ハルト。あら、パパ以外の人は嫌い？いや、パパってわけじゃねえんだ。あ、もしかしてお孫さんでした？孫？そうか、そういうふうにも見えるか。いや、それより店が開くなら一杯いいか？ええ、まだ少し準備かかりますけど、どうぞ。キヨちゃん、なんならそいつは。お客さんでしょ。南雲くん、お店開けるからもうそろそろ帰って。どうぞ、気にしないで座ってください。あ、そうだ、赤ちゃんにも席を作ってあげなきゃ。のう、あんた、どっから来た？よそもんじゃろ。東京からだ。ほう、東京か。ほうかほうか。ほいじゃが、東京もんがこんな田舎に何の用じゃ。観光には見えんの。お客さん、よかったらこの中に赤ちゃん寝かせて。ちょうどいいのがあったから。どう、気に入った？かわいいね。すまないな、ママ。いいのいいの、こんなかわいいお客さん初めてだから。普段来るのはろくでもないのばっかり。ろくでなしっちゅんはわしんことか。こん店は常連のお客様に気遣いがないの。南雲くん、タバコ消して。赤ちゃんに悪いでしょ。それにそろそろお仕事なんじゃない？お仕事なら今しとるわ。うちの島に来る怪しいよそ者を監視しとる。おう、東京も、名前は？キリュウだ。俺は別に怪しいもんじゃない。バカだれ。怪しいか怪しくないかわしが決めるんじゃ。黙っとれ。いい加減にして。ほら、もう行って。この店では誰がお客さんかは私が決めるの。釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても顔色一つ変えん。疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんをたぶらかしとる。誰が誰のものだって？何見とるんじゃ、踊れ。酔って仇に喧嘩うのが大したヤクザだ。なんじゃとこれ。表出ろ。あんたがいちゃ美人のママと話せやしない。お客さん、警察呼びましょうか？いいんだ、少し酔いが覚めりゃおとなしくなんだろう。少しの間ハルトを頼む。よし、上等じゃ。気に入った。たっぷり可愛がったろ。ぶち殺したろ。
この辺りでええじゃろ。ここなら誰にも邪魔されん。今から泣いて詫び入れても遅いで。わしをキレさせた踊りが悪いんじゃ。死ねえ。なんじゃと、このわしが。気が済んだか。踊りゃ、何もんじゃ。いいから酔いを覚ますんだな。そんなに酔ってりゃ、素人にだってやられる。待てや、こら！わしは、広瀬一家の頭じゃ。今度会ったらただじゃ済まんど。さっさと東京にいねえ。ああ、お客さん、大丈夫だったの？ああ、ハルトを寝かしつけてくれたのか。ええ、今寝ついたんです。本当に可愛いわ。さあ、それじゃあ、何か飲まれます？この人がハルト君のお母さん？随分若いんだ。今で19だ。3年前に沖縄を出て、その後この辺りにいたらしい。この辺りに？
写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃないか。さあ、キリュウさんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで誰とどう過ごしていたかを知りたい。本人には聞けないの？ああ、ちょっと訳ありでな。もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが、どういうやつなのか見当もつかない。ごめんなさい、力になってあげたいけど、やっぱりこの人は見たことないと思う。前はこいつ芸能界にいたんだ。沢村遥って名前聞いたことないか？あまりテレビ見ないから。そうか。ごちそうさん。感情今夜はいいです。可愛い赤ちゃん抱かせてもらえたし、うちの常連が迷惑かけちゃったし。さっきのヤクザか。それよりキリュウさん、ホテルはどこに？いや、まだ決めてない。これから探す。でもこの時間だともう近くで泊まれるところないですよ。そうなのか。だいぶ遠くならあるけど、ハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。ちょっと不便じゃないかな。わかった、ちょっと待ってて。近くで泊まれるところを紹介してあげる。ん？あまりいいとこじゃないけど、気に入らなかったら遠くにホテル探したらいいし。ああ。もしもし、清美です。こんばんは。ごめん飯野くん、水軍アパートなんだけど、少しの間うちのお客さん泊めてもらっていいかな？さっき電話したの飯野くんって町内会の人でね、空きアパートの管理人。もうずっと部屋が空いてるからしばらく泊まっていってもいいって。すまないな、助かる。期待はしないでね。ずっと空きになってて手入れもされていないし、ただ布団は置いといてくれるって言ってた。そうか。よかったらまた飲みに来て。ハルト君にも会いたいし。親切なんだな、ありがとう。アパートはここから海沿いを少し西に歩いていったところね。わかった。今度ここに来るときはちゃんと感情を払わせてもらうお待ちしてます。チート、あんたキリュウさんか？ん？キヨちゃんに頼まれた。スナック清美のママ、うちのアパートに泊まりたいんじゃろ？ああ、キリュウだ。この子はハルト。いいのじゃ。あんた何言うてキヨちゃんに取り入ったんなら。あ、取り入った？ふん、早ついてこいや。アバートはこっちじゃ。俺はあんまり歓迎されてないらしいな。キヨちゃんの頼みじゃなかったら断っとる。じゃけど青春のマドンナに言われたら仕方ないけ。これと弱みじゃ。あんたもか。さっき似たようなこと言ってるヤクザがいた。ナグモじゃろ？ああ、そんな名前だったな。三人とも同じ高校の出じゃ。わしとナグモとでキヨちゃんを取り寄った。そのキヨちゃんはわしらに愛想を尽かして東京に出てってしもうたらの。あのママは東京にいたのか？ママが出戻ってきてからは青春よ再びじゃ。じゃあナグモンバカたりゃ極道なんぞなりよって、ガキンコらわしにどつき回されとったんで。大して強なかったくせに生きがるよって。
のう、あんた、キヨちゃんに優しゅうされたっちゅうて英気になんなや。調子乗っとったらすぐアパート追い出すけえの。よう覚えとけ。おれ、あんたらの部屋はここじゃ。文句あるんじゃったらいつでも出てって構わんで。いや、世話になるよ、いいのさ。中に布団だけ置いてあるけ、あとは好きにせえ。どうせ近いうち取り壊すんじゃ。水軍アパートも時期見納めじゃの。水軍？この辺りは昔から造船の町での、漁師や船乗りも多かったけ、そがな連中の懐目当てにたくさん怪しいのがこのアパートに集まっとった。そいつらが水軍中て名乗っとったんじゃ。連中も海の男相手の商売じゃけ、はったりかましたかったんじゃろうよ。そのうち陽明連合会ってヤクザに吸収されたがの。南雲のバカタレも陽明連合会の枝じゃ。広瀬一家の若頭っちゅうとるが、五六人のちんけな組じゃ。なるほどな。キヨちゃんとこのスナック街も元は陽明連合会の仕切っとった遊郭の跡じゃ。じゃけど一回長い造船不況があって人が減ってからなかなか戻ってこんわ。あんた東京からか。ああ。何しに来たか知らんがの、ここはよそ者が長居する町じゃないだ。わかった。用が済んだらすぐに出ていく。それまで厄介かける。ありがとう。礼じゃったらキヨちゃんに言うとけ。よし、しばらくはここが俺らの家だぞ。そしてろ、すぐ済むから。おっと、そう何度も同じでは食わねえ。腹が減ってるのか。確かミルクはもう。いや、飲んだ飲んだ。そろそろ家に帰って寝るか。なんじゃ、お前さん民家じゃの。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。この子が腹を空かせて困ってるんだ。ん？そらお前さんのガキか。この時間はどこの店も開いとりゃせん。あいを家に帰って寝したりや。そう。よーしよーし。
なでなでしてほしいのか。さあ、縦揺らしだ。ほーら、横揺らしだぞ。高いた、よしよし。揺らすぞ。ほら、揺れるぞ。さあ、縦揺らしだ。それ、揺らすぞ。よし。高い。よしよし。なでなでしてほしいのか。ほーら、横揺らしたぞ。よし。よしよし。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。ん？なんじゃおっさん。この子が腹を空かせて困ってるんだ。粉ミルクが今すぐ欲しい。こんないかついおっさんが育児しとるんか。こりゃ傑作じゃ。さて、女に逃げられたんじゃろ。おっさんも大変じゃの。知らなければいい。じゃあな。まあ頑張ってくれや。よーしよーし。よしよし。さあ、縦揺らしだ。揺らすぞ。よしよし。さあ、縦揺らしだ。ほーら、横揺らしたぞ。よし。ほら、揺れるぞ。ほら、横揺らしたぞ。それ、揺らすぞ。縦揺らしだ。よしよし。それ、揺らすぞ。ほら、揺れるぞ。
その調子だ。この辺りで粉ミルクを売っている店を知らないか。おお、粉ミルクですか。すみません、ちょっとわからないです。私この間ここに引っ越したばかりなんで、コンビニでもあればいいんですけどね。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知りませんか。確かどこかの店に売っとったの。いつじゃったかの。わしが何か買うたついでに気がついたんじゃら。ああすまん、忘れてしもった。でも確かにこの近くに売っとるはずじゃ。ほらほら、横揺らしたぞ。よしよし、さあ縦揺らした。ほら揺れるぞ。揺らすぞ。よしよし、ほら横揺らしたぞ。さあ縦揺らした。よし、ほら揺れるぞ。ほら横揺らしたぞ。それ揺らすぞ。いい子だ。大丈夫じゃけ。今度の週末高速バスでそっち行くし。じいちゃん変な男作っとらんじゃろうな。冗談じゃって。今度会えるの楽しみにしとるわ。俺も愛しとるで。ん、ああちょっと待って。何おっさん、何かよ。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。ああちいちゃん聞こえる？今目の前に小さいガキ連れた変なおっさんがおるんよ。ほんでミルクを売ってる店知りませんかって。ちいちゃん知っとんの？うんうん、ちいちゃんが薬局行ってみって。薬局行きゃ粉ミルク売っとるってよ。そうか、薬局だな。ありがとう。さすがちいちゃん、よう知っとるの。よーしよーし、ほら揺れるぞ。それ揺らすぞ。さあ縦揺らした。よし、
横揺らしだぞ。ほら、揺れるぞ。ほら、高い高い。それ。ハッハッハ。ほら、高い高い。それ、ハッハッハ。ほら、横揺らしだぞ。それ、揺らすぞ。揺れるぞ。ほら、高い高い。よしよし。ほら、横揺らしたぞ。その調子だ。誰かいないか。あげてくれ。赤ん坊のミルクがいるんだ。こんな時間に困るんよ。もうお店は閉めとるんで。悪いな。ミルクだけでいいんだ。売ってもらえないか。子供が泣き止まねえ。明日また来て使わさい。ちょうど切らしておりますけ。そうなのか。なら他に売ってる店は。この辺にはないの。参ったな。どうすりゃいいんだ。あんたどっから金さった。いや悪いな、ばあさん。世間話は今度にしてくれ。とにかくどこかでミルク、いや離乳食でもいい、手に入らねえか。そうじゃねえ。いいのなら何とかしてくれるかもしれんな。いいの？町内会のいいのか。水軍アパート知っとるんか。あの鼻垂れじゃったら何とかするじゃろう。便利な男じゃけ。今どこにいるかわかるか。知らんの。そうか。ほら、揺れるぞ。それ、揺らすぞ。さあ、縦揺らしだ。ほら、高い高い。
横揺らしたぞ。よしよし、それそれ揺らすぞ。さあ縦揺らした。ほら揺れるぞ。ほら高い高い。いい子だ。あれ、キリエさん、飯野くんのアパートどうでした？ああ、そっちは大丈夫だ。それよりまた飯野に連絡を取ってくれねえか。ハルトが泣き止まなくて困ってんだ。ミルクを手に入れたい。あ、わかった。ちょっと待ってて。すまない。店の前で待ってる。もう少しの辛抱だ。悪いな。ハルト、キリュウさん、飯野くんからの伝言、この近くの床屋さんに赤ちゃんがいるんだけど、そこでミルクを分けてもらったらいいって。床屋か？このスナック街にあるのか。うん、案内してあげたいけど今ちょっと手が離せなくて。いや、いいんだ。わかった、少し探してみる。よーしよーし。それ。ほら、揺れるぞ。さあ、縦揺らした。高い高い。ほら横揺らしたぞ。それ揺らすぞ。ほら揺れるぞ。それハッハッハ。さあ縦揺らした。ほーら高い高い。それよしよし。横揺らしたぞ。ほーら高い高い。それ揺らすぞ。ほーら
揺れるぞ。さあ、縦揺らしだ。そんなに泣くなよ。すまない、ちょっといいか。何か？ああ、実はちょっと赤ん坊のことで困ってて。ちょっとなん、あんたそがーなとこでやめてや。なんなら、でかい声出すなや、ブサイクが。やかましいんじゃ。お、邪魔すんな。ちゃんと便所に行ってやれ。どこでやろうがわしの勝手じゃ。引っ飛んどれや。人んちの前でなんすんよ。はよあっち行きんさいや。くそ、俺は違うかね。すまない、この子を少し頼む。な、ちょっと。おい、いい加減にしろ。お前が邪魔で大事な話が進まねえ。じゃあこら、やるんか。黙れ、消えろと言ってるんだ。それが喧嘩売っとるっちゅうんじゃ。上等じゃ。踊れ、ぶち殺しちゃるぞ。うん、うわ、だら、うわ、もう、なんなんよ、あんたら人んちの前で大騒ぎしてからに。すまない、実はこの店に赤ん坊がいるって聞いてミルクを分けてもらおうと思ってきたんだ。わかった、ええよ、ちょっと待っとって。この辺りは店が閉まるんが早いんじゃけ、ミルクは日のあるうちに切らさんようにせんにはいけんよ。身に染みてわかったよ、ありがとう。とにかく助かった。ええけ、早よ帰って飲ませてやりんさい。いつまでも泣かしとったらかわいそうじゃけん。ああ、ハルト、ほら、ミルクだぞ。またして悪かったな。おい、なんだよ、ミルクが欲しかったんじゃねえのか。ん？キリュウさん、キヨミです。スナックキヨミの。ああ、開いてる。入ってくれ。やっぱり。ちょっといい？え？お腹が減ってるわけじゃなかったみたい。
眠いのね。眠い？こういう時は優しく抱っこしてしばらく待つしかないかな。それだけか。うん。マジかよ。大変でしたね、キリュウさん。あんた、わざわざ心配して来てくれたのか。うん、なんかほっとけなくて。迷惑かもしれないけど。面倒見がいいんだな。店の方はいいのか。うちに来るのはみんな常連さんだから、今は少しくらい私がいなくても平気。あんたにも子供がいるのか。え？子供の扱いに慣れてる。少し前に友達の子供を預かったことがあるから。あ、そろそろお店に戻らなきゃ。おやすみなさい。今日はゆっくり休んで。明日また春人くんのパパを探すんでしょ。ああ、そうだな。それじゃ。ここらうるずっとってんか、悪い。ナグモか。何か用か。冷たいの。もう知らん中じゃないじゃろが。お？今度は子分連れか。なんで俺を目の敵にする。ほっといてくれねえか。なら早う東京に帰ったらどうじゃ。あ？頭、そいつは誰なんです？聞いてくれたの。こいつはな、東京から来たよそもんじゃ。見てみ、憎ったらしい面じゃろ。あの頭、もうそろそろ時間なんすけど、早く行かねえとまたブーブー文句言われますよ。バカだれ。誰が文句言おうが知らんわ。おい、言うた踊れ。柱に向かって偉そうな口聞きよって。まだ話の途中じゃろうが。いえ、あいつもう聞いてねえみたいですけど。ほら、あのクソゲタが。今度にしましょうね。こっちは頭が行かねえと始まらねえんですから。命拾いしたの、キリュウ。
じゃがの、今度会うた時が己の最後じゃ。よう覚えとけ。ったく、面倒なのに関わっちまったな。噂をすればってやつだ。ん？ちょうど今桐生さんのところに行こうと思ってたの。ちょっと頼みがあって。俺にか？なんだ？桐生さん、野球できます？うん、まあルールくらいは知っている。そっか。飯野くんのやってる草野球チームで今日これから試合があるんだけどね、急にメンバーが足りなくなっちゃって、それで私から頼んでほしいって言われちゃったの。試合の人数合わせってことか。わかった。あんたらには昨夜から世話になりっぱなしだしな。ごめんなさい、なんか恩着せてるようで。今からすぐにってことか？うん、球場まで案内するけど、私まだ支度があるから先にロープウェイ乗り場で待っててくれます？ロープウェイ乗り場か。すぐに追いつけると思う。ああ、わかった。初乗り料金640円になります。どちらまで行かれますか？そうですか、またよろしくお願いしますね。初乗りよ。かしこまりました。それでは出発いたします。キリさん、ごめんね、お待たせ。俺も今来たとこだ。ハルト君のパパ探さないといけないのにね、邪魔しちゃったみたいで。いや、草野球の試合なら地元の人間もたくさんいるだろうしな。かえって遥のことを聞くにも好都合かもしれない。そう言ってくれると嬉しいけど、なら行きましょう。球場まで案内する。ああ、頼む。おう、キリュウさん、よう来たの。急にメンバーが腹壊しおったんじゃ。じゃけ、宿代の代わりと思うてくれや。ああ、分かってる。
いいの、くん。あんまり桐生さんに恩着せがましくしないでよ。なんなら、キヨちゃん。わっとるよ。じゃけど、本人がええ言うとるんじゃけ。キヨちゃんも、そがにこいつの肩を持つことないんじゃないの？いいの、くんには関係ないでしょ。冷たいの。おいじゃ、キリュウさんはライトの8番じゃ。じゃけど、あんまり頑張りすぎんでええわ。わしら、気軽に楽しゅう野球するのがモットーじゃけ。そう？でも相手チームはそういうつもりじゃないみたいよ。見て、キリュウさん。ん？面白いもんじゃ。のう！よくよく踊れとは縁があるの。本当に狭え町だな、ここは。キヨちゃん、あんた、なんでまたそいつと一緒なんじゃ。何？別にいいでしょ。ええわけないじゃろ。なあ、キヨちゃん、わしの気持ちはよう分かっとるはずじゃろうが。そんなうさんくさい男に近づいちゃいかんど。わしの身にもなってくれや。ああ、気色悪い声出すな、ナグモ。キヨちゃんはお前なんぞ興味ないんで。外野はすっこんどれや、バカだれ。踊れも英気になっとるんじゃなあと。もうあの店には出入り禁止じゃ。踊れ、今度キヨちゃんの店に近づいたら命はないと思うや。勝手なことばっかり。そろそろ試合じゃねえのか。あんたらのベンチはあっちだ。言われんでも分かっとる。頭、もういいじゃないすか。さあ、みんな待ってますから。ああ、今日の試合は荒れそうじゃの。あんた、前に投げ元なんかあったんか。いや、ちょっとした因縁でな。それより、あいつらとはよく試合するのか。相手はヤクザだろ。ヤクザは今おった広瀬一家の3人だけじゃ。後のメンバーは仇じゃけ。それにの、南雲もあれで野球にだけは真面目じゃ。なんかあってもわしが守っちゃるけ。あんたもあのバカたれは気にせんでええど。野球に関しちゃ真面目なんじゃなかったのか。あの人、全員デッドボールにする気みたい。カモン、どうした、早うかかってこんか。いいのこれ、乱闘じゃろが。なんじゃ腰抜けが。威勢が良かったんはガキンコロだけか。おう、踊れ。それでも金玉ついとるか。松永の兄貴、次のバッター、あの桐生っておっさんす。ああ、じゃけど頭は何ムキになっとんじゃ。野球までむちゃくちゃしょったら、あの人のええとこなんもなくなるで。さあ、どうでもいいですよ。今日は頭、乱闘しねえと収まらないみたいだし。なら、とっとと終わらせて帰りましょう。ほうじゃな。大丈夫、キリュウさん。ナグモが狙ってんのは俺だ。もう少し俺の打順が早けりゃ、他の連中に痛い思いさせずに済んだかもな。え？本命のお出ましじゃ。今日はよう指が滑りよるけ。わしも自分の球がどこに向かうか責任が持てんのじゃ。悪気はないんで。
ど真ん中にぶち込んだろ。見とれよ、腐れ外道が。死ねよ。確かに今日は指がよく滑るな。俺も自分のバットがどこに飛ぶか責任が持てねえ。ほうか。始めますか、松永の兄貴。おう。まずいでこりゃ。お遊びはここまでじゃの。よっしゃ、喧嘩じゃ喧嘩。試合終了だ、ナグモ。お、踊れ。こん、かまつたれが勝手に終わらすな。お疲れさん、後で合流するわ。悪かったな、せっかくのお楽しみを台無しにしちまって。いや、ええんじゃ、キリュウさんのせいじゃないですけ。じゃけどあんた、ええ腕っぷしじゃの。ヤクザ相手に完封勝ちじゃ。ナグモのバカタレにはええ薬になったじゃろ。そうそう、悪いのはナグモくん。野球にだけは真面目だったのに見損なった。もううちには出入り禁止するかな。ああ、それがええわ、キヨちゃん。ナグモにはもういっぱいも酒飲ませたらいけんよ。ところでイーノくん、さっきの話だけど。おお、そうじゃ。キリュウさん、さっき預かっとったこの写真じゃがの。うちのチームの連中はやっぱりこの子を見たことないっちゅうとる。そうか、わかった。手間は取らせたな。
この後チームで打ち上げなんじゃ。キリュウさんもキヨちゃんも一緒に来んか。いや、遠慮しとく。俺にはやることがあるんでな。この子の父親を探さなきゃならない。それなら私も遠慮しとく。ほうか。じゃあアパートのことで何かあったら気軽に言うてくれや、キリュウさん。もうあんたはわしらの仲間じゃ。キヨちゃんに手出さん限りはの。ああ、わかってる。ほいじゃ。はるかちゃんの手がかり、見つからなかったですね。ああ。こうなると、本当にはるかがこの町にいたのかも怪しくなってきたな。え？ここはそんなに広い町じゃない。その割にはるかの顔を知ってる人間にまだ一人も会えてね。あいつはこの町を素通りしただけで、そんなに長い時間はいなかったのかもしれない。もしそうなら、ハルトの父親がここで見つかるとは思えないな。キリュウさん、アパートに帰るよ。服も着替えたい。あ、なら、その後またうちのお店に来て。ん？一汗かいてお腹空いたでしょ。今日の埋め合わせにご馳走する。そんな気使う必要はないぞ。いいから、ハルト君のお世話もしたいし。ふん、わかった。じゃあまた後で。